丼に開けて卵を一つ落とします。あとは沸騰した熱いお湯を注ぐだけです。あ、彩りなどを添えた方が、そうですね。ここに刻んだおネギを入れたり、あとはご家庭にある季節のお野菜などを入れていただくと、さらに美味しく召し上がれます。何の真似だ、長沢。